皆さんこんにちは。いつもあのチャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、今日から俺はのシリーズを書きたいと思います。今画面にですね、今井くんの画像があって、これからちょっとこれを使ってイラストの方を作りたいと思います。ぜひ皆さんご覧ください。いつもの説明にですね、今回じゃないですけど今日もワードオフィス使ってこのイラストを作りたいと思います。まずはですね、ワードオフィス開いて、ネットからですね、画像をダウンロードして、こう貼り付けというですかね、こんな感じです。多分皆さんもですね、画像の貼り付け方がわかるだと思います。そしたらですね、今からちょっと作業の方に続きたいと思います。いつも使うのがこれです。オートセーブですね、こっちのです。はい、ね、順番的にはご自由です。私的にはなんていうんですかね、髪型がね、一番いつも先にやってしまいますね。はい、こんな感じですね。はい、ゆっくりでいいです。特に初心者の友達とかね、お子さんとかね、ゆっくりでいいですからね。こんな感じです。あとはここは見えないので、とりあえずこんなね、すぐそのまま黒色、色は黒に変えたいと思います。で、次はもう顔の形でございます。顔の形は、どんどん、こんな感じ。今回はですね、多分1週間ぶりちょっと動画を作ってるんですね。ちょっとね、仕事の、ごめんなさい。喋りしながら、こういうのがよくあります。原因はですね、クリックするときは同じ位置にクリックしたらこうなります。例えば、1回目のクリックしたら、また2回目は同じ位置にクリックしたらこうなります。なるべくですね、クリックした後に別の位置にクリックしないといけないんですね。すいません、やり直します。申し訳ありません。消しますね。はい、しません。そうですね。はい。またこう、最初からやり直しますね。ですね。さっき一週間ぶりですかね。ちょっと動画をアップして、ちょっと仕事の方がですね、少しコロナのせいでバタバタになっちゃったんで、申し訳ありません。なるべくですね、もっと早いフェースで、動画を書きたいなと思うんですけど、なかなかですね、まだコロナの間に予定通りができないで申し訳ありません。こんな感じですよね。で、まずはですね、これはグルッカーにします。グルッカー。で、ちょっと直しますね。細かい部分ですね、この耳の部分ですね。ちっちゃいです。で、これもこんな感じで、線とこの色で。で、次はもう右、今井くんの左側の耳ですね。はい、ごめんなさい。こんな感じかな。はい、じゃあこれをちょっと、またこうね。こんな感じですかね。はい。多分。じゃあちょっと少し動かしますね。はい。で、細かいので、すぐグルッカした方がいいと思いますね。はい、こんな感じです。で、次は首の部分です。はい、首はですね、少ししか見えないので、こんな感じで。はい、ですね。はい。いつも言ってるんですが、ぜひですね、コロナの間にですね、お子さんとお勧めしてくださいね。現場ばかりじゃないで、なんか一つでもね、することが、新しいことを挑戦したらいいかと思います。こんな感じです。これ誰もできるですよね。もう別に、絵描きが苦手な人もできます。ね、この方法分かればもう何でも描けます。もちろん練習ですよね。もう先に、最初から難しいものを描くと、
ちょっとこう続かない可能性がありますので、なるべくね、簡単なことから、簡単なものかな、簡単なものから、お子さんにおすすめしたらいいですよね。例えばリンゴとかバナナとかね、こうお子さんが気に入った、なんてですかね、キャラクターとかね、いっぱいありますから、まあ、お家にペットが飼ってる方に、そのペットの画像を撮って、まあ、こんな感じ、ちょっと記念に作ったりとか、可能ですよね。で、フレーム使って、100均でフレーム買ってですね、まあ、お子さんの部屋のデコレーションでも可能です、ね。で、こんな感じですね。そうですね。はい、これですね。で、次はですね、ここの、なんていうんですかね、制服ですかね。スーツ型みたいな。スーツじゃない、まあ、スーツっぽくですよね。ね、今井くんはもう面白いカラーですよね。本当天然というかね、面白いです。私も結構好きです、この人は。まあ、どっちのキャラクターも好きですよね、私も。本当に、こう、全員出てる、人たちが、本当に、うん、もう、本当に面白いです。ああ、日本は昔こういうのがあったんだっていう感じでですね、本当に面白いです。ね、さっきのですね、コロナのせいでなんか、作成ができないからですね。もう仕方ないです。はい。次は、こっち、ね。左側、そうです。私の左側ですね。今井くんの右側ですね。こっちの。はい。すいません。まあ、皆さんね、もう、ね、たまに私の説明が、あんまりわかりにくいかもしれませんが、申し訳ないですね。なるべくわかりやすい日本語ですね。使いたいと思います。ね。はい、こんな感じですね。じゃあちょっと中に入れましょうかね。どうですかね。お、今井くん。お、こんな感じです。まあまあ、なんとかいい感じじゃないかなと思います。はい、ちょっと少し動く。はい、こっちかな。はい。どうですかね、皆さん。はい。じゃあ、ちょっとグループ化しましょうかな。はい。はい。グループ化した後にちょっと避けます。こっちにですね。うん。ここなんかポケットみたいな感じを、まあ少し見えますね。こう。なんか、こんな感じ。まあ線だけでいいと思います。これ。ね、まあ、ここら辺かな。まあ、ないですね。で、ここの襟の部分も少し、なんていうんですかね。こう。襟っぽく作ったらいいですかね。こうね、こんな感じです。かな？はい。で、とりあえずちょっと、この3つグループ化したいと思いますね。忘れたらいけないですね。マイクン。ね、この線の部分とかですね。こう、線。はい。ね、こんな感じです。皆さんどうですか？その4連休どっか行きましたか？自分はですね、昨日下関市の方にちょっと少しお出かけして、まあ、なるべくあんまりね、人がね、多くないとこに出かけようかなと思います。はい。まあ今日は家でのんびりしてます。皆さんもですね、もしね、九州内で、こう、気に入った場所があったら、ぜひ、おすすめ、コメント欄に、お願いします。ね。あと、二日の、4連休はどうかな。また、一日、ちょっと、どっか行こうかなと思うんですが、なんか行き先が決まらないです。ね。本当に、コロナは大変ですね。皆さん頑張りましょうね。本当に。あね、収入面でもですね、仕事もですね、仕事なくした人たちもたくさんあると思います。ね、特に商売やってる方はですね、お客さんが減ったりとか収入が減ったりですね、
人件費もかかるですからね、本当に気の毒いです、本当に皆さんね。これはもう日本だけじゃないですけどね、世界中の国はもう本当に同じ問題抱えていますね。まあ日本は特にですね、まだコロナの方がまあ落ち着いたというか、うん、数的にはまあよその国に比べたらまだ全然桁が違うですからね。はい、もうでもね、これが油断したらまたもうこうよその国と同じようなこう流行り方が可能性もありかあるからですね。しっかり我々がですね、協力して決まりを守ってですね、マスクを使ってですね、アルコールを消毒したりとかですね、まあ自分たち自分できることをね、しっかりお互いに守らないとですね、本当に怖いからですね、本当に私はインドネシア出身なので、友達とかですね、向こうの人たちはもう、平気ですね、このコロナにかかった人たちの映像とか画像とかですね、こんな感じだよとかみたいな、もうアップするのがもう平気なので、もう本当にひどいです、本当に、もう本当にです。うん、多分皆さんももう見たくないぐらい、もうこんなにひどいだ、みたいな感じです。ね。すぐ最近、先日がですね、友達から、こう、ある動画のインタビュー、なんていうんですかね、送ってもらったというか、グループラインでみたいな、があってですね、もう、家族が全員亡くなって、もう一人の息子だけが生き残ってみたいな感じです。もうそのインタビューがね、テレビ局がしてくれたんですけど、もう本当に、もう言葉が出ないぐらい本当にこんなひどいだみたいな感じですね。我々もですね、しっかりね、本当に守りましょうね。本当に、本当に。皆さんぜひ、ね、私もですね、もうなるべく、ね、すいません、なかなかコロナの話してしまった。今、目の部分ですね、こう、目の部分。ごめんなさい、ちょっと 目の部分戻しますね。こんな感じです。で、あと黒い部分が、作りましょうかな。今井くんの目の黒い部分。はい、OK かな。はい、こんな感じ。よし。うん。ちょっととりあえず、こうグループ化したいと思いますね。まあ今井くんの目が似てるので、こう右側と左側、まあこういう場合はまあコピーでも構いませんよね。こうまあたもし形がこうなんていうんですかね、違うだったらちょっとやっぱ別に作らないといけないですね。でちょっと動かしますね。はい、ね。ちょっとですね、テストでグループ化しましょう。これちょっとお鼻の部分が先忘れてしまったんです。申し訳ないです。はい、じゃちょっとね、やってみましょうかな。はい。あら、ちょっと待ってください。すいません。すいません。グループカーが。はい、OK です。これちょっと、ね、消しましょう。はい、こんな感じですね。そうしたら、そうか。そうしたらですね、ちょっとこのお花の、こう、これですね。失礼します。はい。まあ、これも、なんていうんですかね。ちょっと線を含めね、こんな感じかな。はい、じゃあちょっとここもグループ化しますね。はい、こんな感じ。さあどうでしょう。はい、入れましょうかね。はい、はい、まあまあまあこんな感じです。こんな感じ。はい、
じゃあ、グループ化します。はい。次はですね、この、なんというかな、口の部分です。口の部分ですね。ね。なんか叫び口ですね。ほらーみたいな、なんか何を言ってるかですね、この。こうね、今から喧嘩するぞみたいな感じですかね。はい、こんな感じですね。慢性ですね。はい、次はこう2回目のこうね、ここかな。はい。で、これもちょっと黒にしようかな。これは黒と、何かこの色かな。はい。これ、唇。うわぁ。マジリアルかな。はい。そうですね。グルッカーします。次はですね。この、なんていうんですかね。歯みたいな部分ですね。白い。こう。ね、こんな感じです。ね、じゃあちょっとグルッカーします。ちょっとこんな感じにしようかな。ごめんなさい。ちょっと調整しますね。少し調整しますよ。ね。はい。こんな感じでいいと思います。はい。グループカーですね。次はですね、この線ですね。線。うん。うわーね。で、こんな感じです。はい。こんな感じ。はい。こんな感じ。ね、ちょっとこのまま動かしますね。で、これも、このまま、間違えました。ちょっと戻します。ごめんなさい。はい、こんな感じです。ね。マイ君が叫んだよ。ね。はい。で、ここの部分も少し入れましょうかな。はい、そうですね。こんな感じ。じゃあちょっと先に忘れたらいけないからですね。グループ化しましょうかね。はい。で、ちょっと耳の部分ですね。耳の部分はもうね、こう、なんか線みたいな感じで。ね、こんな感じですね。ここにつけたり。で、こっち側もね、つけてみましょう。はい。はい。ちょっと動かしましょう。はい。そうですね。こんな感じ。あとはですね、こう、目の下のここですね。はい。このまま行きましょう。ごめんなさい。はい。このままかな。で、次は、ですね。はい。このままグループ化します。はい。で、最後というか、もうこの今井くんの、こう、なんていうんですか、トレードマークのような、トレードマークのような髪型ですかね。ね、本人の。ね。うん、そうね。はい。じゃあ、ちょっと、よし。はい。こんな感じかな。どうですかね。ちょっと戻しましょうかね。じゃあ、これをここに持っていきましょうかな。
少し、こうかな。動かしましょう。はい。まあまあ、これかな。これぐらいかな。はい。じゃあ、このままこの髪の毛をグルーカーにします。はい。そうですね。ね。で、まあ、線全体的に、こう、太さが変えたりしますね。うん。で、こう、目の上の部分というのがですね、黒い部分がありますよね。こう、なんか少し。まあ、少しすくってみましょうかね。こう。ね。じゃあ、ちょっと試しに入れましょう。あ、太さ1かな？やっぱり。こう1、あ、そうですね。あ、なるほど。あった方がいいかな。うん、確かに。じゃあ、ちょっとこっちも。はい、こんな感じで。はい、やっぱりあった方がいいかも、いいかと思いますね。はい。じゃあ、ちょっとグルッカーしましょう。はい、以上ですね。まあ、今日はこんな感じにしたいと思いますね。はい、クリスマス。じゃあ、ちょっとズームインしますね。はい、こんな感じですね。まあ、皆さんはデコレーション、まあ、いろいろ自由です。私もいつもこの丸を使って、ね、デコレーションして。今日は何色にしようかな、一番。合わないな。赤？赤はちょっとね。で、これにします。ね、黒とか。はい、線、太さ1。ね。じゃあちょっとコピーしますね。はい、こんな感じですね。はい、少し大きめにしましょうね。 OK ね。これもまあ、あとはね、最後は今井なんとですかね、名前今井、ちょっとごめんなさい、携帯で調べます清から俺勝吉今井ですかね、名前ね。勝吉今井、まあ、今井くんというですね。ちょっと、はい、ここですね。今井。勝吉ですね。ごめんなさい。勝利。どれでしょう。あ、これかな。漢字はこれでしょうね、多分。はい、これだと思います。はい。今井くん、間違ったらごめんなさい、もし間違えたらコメントしてくださいね。はい。で、あの字の種類、私はもういつも同じですね。サイズはもう、あ、これでいいですね。あまり大きすぎるとですね、あの字のインパクトが、になっちゃうですね。なんだろう。あ、ごめんなさい。これはなしですよね。はい。ね。今井。で、もう一個作ります。で、これちょっと色別にしたいと思いますね。はい。こんな感じですかね。はい。はい、こんな感じ。はい。あ、ごめんなさい。これちょっと線が、色が、白がになってしまったので、ちょっと、色なしで、しないといけないから、これですね。はい。ごめんなさい。はい。よし。はい、こんな感じです。まあ、ですね、皆さんですね、まあ、ぜひ皆さんチャレンジしてくださいね、本当に。もしよかったらですね、ご覧のチャンネル、いいねとかコメント、チャンネル登録の方によろしくお願いします。
毎回毎回ですね、ちょっとね、つまらない日本語で説明したりとかですね、わかりにくい部分はたくさんあったと思います。本当に、私の日本語不足で本当に申し訳ありません。できる限りですね、わかりやすく説明しようと思いますので、皆さんぜひ、これからもよろしくお願いします。では、さよなら。